皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、久々の反発という形になりました。日経平均、1% 上げで、プラス305と、で、マザーズが 2% 上げで、プラス17ということで、個人的にですけど、この上がり方が良かったなって思う点が2つありまして、でマザーズに関しては、下ヒゲの陽線、同じプラスでも、上ヒゲの陽線ではなくて、100% ではないですが、ちょっと反転しそうだなとか、そこを固めれそうだなという形の陽線が、できたということが一ついいかなと思ったこととですね、一番良かったなと思うのは、ニューヨークダウが、上ヒゲの陰線、大陰線に近い形で、相場というかね、形としてはニューヨークダウ平均線も全部割って、かなりこう下げチャートになってるんですが、これだけニューヨークダウが強い下げにもかかわらず、日経平均と、マザーズですねが一応プラスで引けたっていうのが、一番大きいかなという感じです。で、結局日経平均が下がって、ニューヨークダウが強いとかね、ニューヨークダウがじゃあ今後、今まですごい強かったんで一時的に下げるとかなって、その度に引っ張られてると、もう全然こう日本株というかね、日本市場が弱すぎるままなんですが、今日みたいな形は結構、自分としてはいいんじゃないかなと思います。で、ただ先物を見ると、日経でいうとマイナス100ぐらいで、マザーズでいうとマイナス、0.6%、マイナス5ぐらいの下げなんで、明日は、プラマイゼロとか、そんな強くないのかなと、先物を見る限りですけどね、この後ニューヨークダウがどうなるかわからないですけどっていう感じはしますが、ニューヨークダウ大きく下げても、日経マザーズがプラスで終わったっていうのはすごくいいかなと思います。で、この後為替にはなってしまうんですが、トルコの政策金利が、日本時間8時に、あるので、トルコ、前回のね、6円ぐらいの時で、大きく動いたんで、そこまでのインパクトはないかなと思うんですが、かなりこう低い位置というかね、にあるので、もしかしたら値、動き面白いかなということで、為替の中ではちょっと今日、注目している、経済指数ということになります。で、個別でね、銘柄を見ていくとですね、グレーステクノロジー 11% 下げで、マイナス9で 11% 下げ、71ですね。ちょっと買いたいなと思ったんですけど、71かなっていうところで手が出なかったですね。50割ってほしいなっていう感じですね。買うとしたら。それか、日足でね、陽線が出るとか、わかんないですね。もうこれ、業績とかじゃないんで、ちょっとマネーゲーム化してるというかね、ところもあるんで、いきなりね、上がって下がるかもしれないし、急にストップ高とかもあり得るかなと思いますが、もうちょっと低い位置まで行けば、入ってみたいなっていう気もするんですが、まだ71だとなんか高いなっていう感じがしてしまいます。で、他はですね、アジア開発が引けが6円で PTS が 6.3、6.4 の推移でした。で、最近大きく下げていたシーズメン、3% 上げでプラス42で、地合いも良かったし、切り返したのかなっていう感じもするんですが、これだけ長い上髭、一応陽線なんで、明日次第ではあるんですが、ちょっと上に重くなってきたのかなっていう感じですね。一応今平均線の上なんで、明
これ大きく下に抜けるとちょっと厳しいかなというところもありますし、まあ、このまま今日の、上髭の部分で、まあ、推移するようならもう一回上を目指せるのかなという感じです。で、湖北工業長い下髭つけてます。まあ、マイナス130でマイナス 1.8% で、今日のまあ底値というかね、安値でいくと6600まで下げてるということで、まあ本当にこのね、一番上の時に、まあ、上がるかもしれないし下がるかもしれない、この分岐線っていうのを9200の時に、動画で言いました。で、そこからまあだんだんこうチャートが崩れてきたとかね、下がってきたっていうことを言ってるんですが、まだ一回も陽線は出ていませんし、ずっとね、この転換になるね、十字線が出てから下げている状況です。で、本当に、まあ、個人的な意見ですけど、まあ、毎日こう、ツイッターとか掲示板とかの情報とかね、いろいろこう、お伝えしてるんですが、湖北工業が1万円に行くとかですね、結構、あったりしたんですよね。まあ、地合いのせいとかもあると思います。タイミングで IR が出るとかね。あと、ビットコインがね、とりあえず1000万に行くから買っとけっていうツイートもめちゃくちゃ多かったと思うんですよね。で、自分も仮想通貨の動画上げてたり、メタバース仮想通貨、NFT とか、まあ、賛成というかね、すごくいいと思うんですよ。肯定的な方なんですが、別に目先スムーズに1000万いくっていうのはもう最初から全く思ってないし、今買ってないんですけど、そんなに甘くないだろうっていうふうに思ってるし、まあチャートも、株とかね、FX のチャートに比べたら、まあビットコインとかのチャートなんか結構シンプルというかね、単純なんですけど、どう考えてもこれ上げチャートじゃないし、下げシグナル結構出てると思うんですよね。これである程度もう下がって、まあ、今のね、水準とかもっと下がったところで、まあ、1000万か分かんないけど、まあ、今より 1.5 倍とか、1.3 倍目指して買いで入るぐらいだったらまだ分かるんですけど、暴落している時に、ね、700万ぐらいから今、ね、400万ぐらいまで下げてる途中に、とりあえず下げたらチャンス買っとけみたいな人がめちゃくちゃ多かったんですけど、そんなことはないっていうね。普通に反転したり、下げ横横上昇っていうところなんで、わざわざ下げてる時に買う必要ないんですよね。だからもうそこら辺ちょっとね、どういう戦略で言ってるのか分かんないですけど、この湖北工業の下げもそうですけど、下がる時はもう普通にずっと下がるし、で上がる時は V 字もしくは横横になって上がっていくんですよね。ビットコインも別に将来上がるとか、将来性がないと思わないです。普通に何年かして1000万になってるかもしれないんですが、わざわざ下げてる時に買わないで、反転してとかね、横横でそこで確認してから買えばいいんじゃないかなっていうのがあるんで、ちょっとそこら辺、とりあえずね、偏った知識とか、なんかよくわかんない、情報を流してる人は、まあ、自分でね、チャート見たり、自分なりに知識をつけて、やっぱこう、情報を取捨選択していかないと、結構ね、暴落とかに飲み込まれるかな、という感じがします。だから、以前も紹介した人がいますけど、とにかくこう相場悪い時に、買えって言ってる人は、あんまりこう信用しない方がいいんじゃないかなっていう。だから相場悪い時は、様子見とか損切りとかっていうのがベストなんですよね。だからちょい下げのボックス相場ぐらいだったら戻ってくるからなんかラッキーって思えるかもしれないんですけど、こういう大きな下げの時ってもうどう考えても買わないとか損切りとか売りで入るぐらいしか選択肢がないんですよ。もう例外的にね下げてしまう時があるんで、だそういう時に何て言うのかな、まあ、適当な買いで持ってかれてるような情報があるとすればですね、まあ、今までその買ってたんじゃなくて、ただボックスでなんとかなってたっていうだけで、
相場には正直対応できてないというところは、まあ、買う際ね、皆さん各々が、まあ、この情報は信用できるとかできないっていうのはチェックした方がいいかなと思います。でちょっと前、まあ、最近ですよね、紹介した GNI がまあチャートとしても綺麗な形になってきたかなと、まあ、1400ね1300固めてきて、今こう平均線中期線にまあ頭がぶつかってるみたいな感じなんですけど、まあこのままねすんなり一気に上に行くかわからないですが、まあだんだんこう横横から上目指せる展開になってきたのかなという感じで、まあ GNI に関してはね、その実績もあるし将来性もあるしということで、まあうまいタイミングでね、チャートが綺麗になって爆上げするタイミングが来ると思うので、まあ下がれば安いとこ拾うし、上がれば利益確定しながら、一部ホールドしてるとかでも面白いんじゃないかなと思います。でまあちょっと久々になるんですが、フロンテを、まあ結局3400のねこの壁というか、高値が結局硬くてですね、以前下げた、まあ、2200とかね2000前半の水準まで来ています。まあ、ここでまたそこを固めて3000に向かうか、まあ、もう一段下げてしまうかというとこなんですが、まあ試合的にはねここで止まってるかなっていう感じはしますが、まあ思いっきりねこうストンと下げてしまうと、まあ、一気にね一段下がる可能性もあるので、まあ3000目指せるかなっていう感じしますけど、まあ一応警戒は必要かなという感じがします。でグリーなんですが、まあできればねこの700からこう620にあったこの大きな窓閉めてくれたらものすごい割安で、まあ、入りやすいなっていう感じもしたんですが、まあ、結局731でね、分岐、まあ、チャート的にも、陰線から陽線でね下髭でこう揃った、まあ、結構ベタな感じですよね。でそこからまあ綺麗に上がってきてるんですが、まあ、グリーもやっぱりメタバース関連としてねやっぱ取り組みも強いですし、まあ、なかなかそう簡単には下がらないかなという感じで、まあ、安かったら買いたいなっていう感じで、まあそこね硬い、上昇をしています。でまあ今のところですね、まあ、IR とかいっぱい出てるんですが、自分が紹介している銘柄ではですね特に、なくて、まあこの後ですね遅い時間、また IR お知らせなど出れば、まあ、動画で紹介していきたいと思います。今回は以上になります。右上のところにですね自分がやってるブログのリンク貼ってあります。スマホの方は下の概要欄からブログ行きます。よかったらチャンネル登録をしていただいて、また別の動画も、チェックしていってください。今回は以上になります。ありがとうございました。